武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が90分で大問が4題、出題されています。で、その大問、が力学、電磁気、熱力学、波動がそれぞれ大問1個ずつ、出てくるような形と、なるのが、まあ、15、14、16と、まあ、続いている形、まあ、16、15、14ですね、3年間、続いている形と、なっており、まあ、基本的にはこの4分野優先的に仕上げていく形に、しておいた方がいいかとは思います。で、問題の難易度、に関しては標準問題、が中心なので、まあ、マーチレベルまでやっておいて、かつ記述で、書けるようにしておけば十分対応できるという形ですね。で、図を書く問題自体はそこまで多くはないのですが、まあ、2016年に出題されているので、まあ、一応余裕があれば練習しておいた方が、いいかなという形、ですね。で、まあ、そのマーチレベルまで行ってなくても解ける問題も割とあるんですが、大問そのものを完答しようと思ったり、するとですね、やはりそこまでなんていうか大問の流れをちゃんと追って解けるようにしておかないと、まあ、ちょっと、途中で止まってしまったりするとその後の問題全落としになってしまったりすると非常にまずいので、まあ、大問形式で練習できる問題集をしっかりやっておきましょう。はい。で、一個一個の問題そのものの難易度がそこまで、難しくない分ですね、結局ミスで差がつく可能性が高い、ものにはなりますので、まあ、ケアレスミスは決定的になくしていって、ちゃんとそれを記述で回答できるようにと、いうところを、練習して、やっていきましょう。はい、以上が、物理の勉強となります。